パリ地方音楽院は、フランスのパリにある私立の音楽院である。略称は、CRR でパリ。フランスにある41校の地域県立音楽院の1校であり、国内最大規模の地方音楽院である。子供のための基礎訓練から、高等音楽院の入試準備過程まで幅広く、音楽教育を行う。また、別敷地にて、舞踊家、演劇家を有する。 音楽家は1978年に設立され、1990年、パリ国立高等音楽、舞踊学校の2代目校舎跡地に再編された。欧州連合の指定する芸術高等教育機関として認定された音楽舞踊教育施設でもある。サンラザール駅の裏手、ユーロップ広場の端からは、クロード・モネが描いたことで有名な鉄道の路線が見える。 1832年にできたこの広場はユーロップ地区の中心に位置する。この地区にある通りには皆ヨーロッパの大都市の名前が付けられており、広場西側のローマ通りには弦楽器工房、弓工房をはじめとした楽器工房が立ち並んでいる。これらは1911年にパリ国立高等音楽舞踊学校が マドリッド通り14番地に移転してきた時以降に生まれた街並みである。かつてイエズスカイが使っていたこの建物への音楽へ2点はガブリエル・フォーレが取り行った。立ち並ぶ弦楽器工房、弓工房、楽譜や管楽器の商店により現在でもこの地区は常に音楽で満ちている。 パリ国立高等音楽舞踊学校が1990年にラビレット公園に移転するにあたり1978年に設置されていたパリ国立地方音楽院がパリ市の働きかけによりこのマドリッド通り14番地へと移転、設置された。オルガニストで ピアニストのジャック・タッデーが1987年から2005年まで院長を務めた。1994年4月から1996年9月にかけてデュボスクランドフスキ建築事務所により建物の外観を保持したまま内装の大改装が行われた。ジャック・シラク夫人のベルナデット・ショルドン・ド・クルセル、作曲家で文化賞、音楽、舞踊、演劇、 芸能局参事官であったマルセル・ランドスキー立ち会いの元パリ市長者によって進行者の落成式が取り行われた。2006年10月12日付の政令に基づき国から地方自治体へと移行しパリ地方音楽院と現在の名称となった。以下の従学科からなりさらに楽器や分野、専門家庭に応じて専攻、クラスが区分けされている。 5500平方メートル以下は音楽院と関係の深い音楽家を記念したホール。50室の教室及び練習室を有する。また、各ホールとつながれた録音用のスタジオを有する。パリ視聴者によって、モンマルトルにアベス劇場が設置され、また、同劇場内にパリ地方音楽院の舞踊高等教育課が置かれた。ベルギーの建築家。 シャルル・バンデン・ホーブが、ロベール・バリー、ジャン・シャルル・ブレ、ロイックル、グルメレック、パトリック、ショー・リオン、オリビエ・ドブレ、ダニエル・ビューランらと共に、この建築設計に関わった。1996年11月14日、フランス文化省行政官、パリ市副市長のマセド・レピネ・プジンにより、アベスの舞踊施設の落成式が取り行われた。 2300平方メートルビクトールバルタールが設計し、エミールゾラがパリの胃袋で描いた18世紀から続いたレアルの商店街が1969年に取り壊された。後、大きな地下センターが掘られ、アラーの駅や多くの商店、公共施設が入った。地下の西地区はポール・シュメトフによって設計され、1985年に完成した。 1985年から2006年まで、フォーラム地下3階の12のスペースは、パリの複数の区立音楽院と関わりのある教会が運営しており、そこには演劇学校及び図書館が存在していた。その1500平方メートルの敷地及び施設は、現在、パリ地方音楽院の演劇家及びパリ市音楽院中央図書館として、同音楽院が管理している。 2007年1月より、パリ地方音楽院の演劇科に演劇高等教育課程が開設された。舞台芸術において、現代に通じる一連の美学教育及び、俳優技術の訓練を3年間のカリキュラムで行う、ものである。舞台プロジェクトにおいて、学生や演出家に指導権を発揮させながら、学校は舞台創造に対しサポートを行う。 1988年に開設。クラシック音楽や他のジャンルに関する音楽、出版物、楽譜を5万冊保有する。楽譜は、室内楽声楽、音楽理論書、オーケストラスコア、パート譜などが大部分を占めている。また、現代音楽のスコアや、一般的な気楽レパートリー、辞典、辞典も揃っており、 複数のエディションのニューグローブ音楽大辞典 MGG がある。閉下資料は、パリ地方音楽院及びパリにある18校の区立音楽院の学生、教授が利用可能であり、開花資料は一般の公共利用者に開かれている。ありがとうございます。